今日ね、明るいよね。いつも白壁なんですけど、ちょっとなんかレフがかかったみたいな。すごい。間接照明ってことか。こんばんは。ありがとうございます。今日は、お便りが 来てるんですけど。なになに？継続中って言ってたよ。何のやつだろう。なんか今、なんか出ましたね。あ、ミラーボール回ってたけど、どういう意味なの？ミラーボールって。何？ミラーボール回ってた？びっくり。なんだ？誰かのお家に泊まりかって。まあ、ある意味誰かのお家なんだろうけど、違います。すごい、動くギフトなんだ、今の。ありがとうございます。スペシャルギフト、なべさん、はなじさん、ミルキーさん、くまさん、ウォーターボーさんから。そして、このミラーボールって何なの？すごくない？花地さんからいただきました。ありがとうございます。そして、サブタカさん、熊野ぬいぐるみさんからいただいております。皆さん、ありがとうございます。どんなファンで使ってるの？って。多分今日、すごい、知らない人のお家だし、あと、多分美肌効果っていうので、すごい綺麗になってる。プラス、今、カメラの位置高くするために、私のこの、なんていうんですか、銀色のいつもお弁当箱みたいな、保冷剤みたいなバッグ持ってるんですけど、それの上に乗せてやってるから余計かな。ねえ、他人の家かよって、今、後ほどわかるんですけど。あ、ミラーボールありがとうございます。ハピニさんからミラーボール。ミラーボール新しいですね。ありがとうございます。すごい。男の家か。違いますよ。じゃあ、まずはちょっとお便りが来てるので、早速読んでいきたいと思います。803から6月3日に急遽配信された新曲、暇つぶし、早速ダウンロードしました。これがほぼすべてリモートワークで作られたというのはすごいです。5月の緊急事態宣言の中で自宅で歌を録音して配信まで至ったのは、吉歌ぐらいじゃないでしょうか。吉歌まさか歌が作られるとは夢にも思わなかったじゃないですか。ということで、6月3日に私の配信シングルですね。粒を数えてたらいつの間にか T シャツができて、そして、歌ができちゃいました。暇つぶしという曲なんですけども、まあ、ひたすらつぶつぶ言ってたりとか、あとジャケットが納豆のスタンディングオベーションのジャケットになってるんですけど、ぜひ、ちょっと気持ち悪いので見てみてください。配信でよかったなと思ってます。これがもし CD の盤でリリースになると、店頭にあのジャケットが並ぶってなると気持ち悪くなっちゃうんで、配信でよかったなって思ってます。というわけで、笑うしかない新曲。そうですね。ぜひ、聞いてください。ダウンロードストリーミングできますので、よろしくお願いします。さあ、そしてメタルさんから、キッカちゃんこんばんは、ということで、暇つぶしからまさかの有吉反省会、小さな粒が大きく育っていきましたね。しっかり録画準備しています。今から楽しみです。そして、しげおさんから、キッカちゃんお元気ですか。有吉反省会ご出演おめでとうございます。早速、僕の友達や職場の仲間にも、有吉反省会を見てもらうよう頼んで、キッカちゃんのことを拡散しています。DVD の録画も友達お願いしました。今から放送が楽しみです。そして、ロンゲさんから、日本テレビ、有吉反省会2度目の出演おめでとうございます。自粛期間中の地道な作業が実を結んでの番組出演なので、13日の放送が今から楽しみです。楽屋の前の写真が載っていたので、収録は終わってると思いますが、たくさんアピールできましたか？ということで、ありがとうございます。せっかく自分で掴んだチャンスですので、これからもどんどん活かしていってください。そして、アキラックスさんから、先日配信された暇つぶし聞きました。以前、みちともさんと山田社長がノリで作った暇つぶしソウルフルバージョンは聞いていたので知っていましたが、吉川さんが歌うと全く違っていて面白かったです。ということで、はい。今週末に有吉反省会にも出演されるということで、ますますこの曲に注目が浮かびそうですね。ということです。ありがとうございます。そして、まだまだ有吉反省会のことが来ております。シャークンさんから、キッカちゃんこんばんは。暇つぶしの配信おめでとうございます。今週の土曜日13日は自分の誕生日であり、キッカちゃんには毎年ショールーム内で祝っていただき、いい誕生日プレゼントになってます。今年はコロナの影響で本来ならキッカちゃんの舞台見に行く予定でしたが、中止となり残念でした。ということで、頑張ってくださいと
いただいております。お、13日、シャークンさん、誕生日だそうです。おめでとうございます。素敵な誕生日になるといいですね。そう、13日は、有吉反省会に出させていただくので、ぜひ、シャークンさん見ていただけたらなと思います。そして、ロンゲさん、あ、803から、あ、ロンゲさんから、乾杯戦士アフターファイブさらばオンライン飲み会配信おめでとうございます。前回はキッカの暇つぶしの話題も出てきて楽しく拝見しました。第2回となると今回は悪の総帥もご自宅から参戦ということで、どういう飲み会になるのか今から楽しみですということです。そして803から乾杯戦士について。乾杯戦士アフターファイブ、前回のオンラインドラマの続編が早くも決定と知り驚きました。悪の総帥役の佐伯茂さんもご出演されるのですね。総帥が無事にオンラインに割り込めるのかドキドキハラハラものですということで、乾杯戦士ドラマの方もまた近々リモート撮影するのかな。で、17日に配信かな、確か。ぜひ見てみてください。はい、というわけでまだまだちょっとお便りはあるんですけども、ちょっとここで、そうなんです、13日の有吉反省会の13日、有吉反省会、6月の13日の会に、有吉反省会粒の話題で、出させていただきます。昨日予告編流れたのかな？そう、撮影これからが、みそぎがあるんですよ、有吉反省会って、みそぎ。で、前回は、体操キモいで出て、足ぐにゃっていう気持ち悪い体操をやって、キモいみたいな感じの回だったんですけども、で、みそぎはパイパイデカミさんの胸元が開いたハートマークの衣装を着て花壇に座るっていう、みそぎだったんですけど、今回は粒で、出させていただきまして、なんとですね、みそぎが果物だったり食べ物の粒、種を使ってつぶつぶモザイクアートを作るっていうみそぎなんですけども、なんと3日間、今日入れて3日間、そのつぶつぶモザイクアートを完成させないといけないということだったんですけど、ついさっき、もう10分前ぐらいに終わりました。なので、知らない人んちの部屋でつぶつぶモザイクアート完成させたばかりです。だからまだスタッフさんとかね、片付け作業その辺でしてるんです。そうなんです。ネタバレ。だから、ショールーム見てる人にしかダメですよ。これまだ。放送あれなんで、ダメなんですけど、そう、みそぎが一応そういうつぶつぶモザイクアートをやるっていう感じの。まあ、あんまり世に渡さないでください。見る方のあれの楽しみがあるんで。そう。そうなんです。で、その、一点物なんですね。そのつぶつぶモザイクアート、もう何十時間かけたかなっていうぐらいですよね。相当ですよね。私も久々に腱鞘炎になったし、もう絶対粒数えたくないと思うぐらい、すっごい大変な感じの作業だったんですけど、つい先ほど終わりました。というわけで、ねえ。そう、缶詰状態本当に死ぬかと思った。はい。ということでですね、なんと今日はね、もしもそのつぶつぶモザイクアート、仮にですよ、オークションで出すとしたら、もしも、皆さんいくらで買ってくださいますかっていうのも、今ここで聞きたいんですけど、一点物です。私が汗水、鼻水垂らして作り上げたつぶつぶモザイクアート、一点物、世界に一つだけのつぶつぶモザイクアートをいくらで買ってくださいますかっていうのを今日皆さんに聞きたくて言いました。10万100円で、ちょっと私の苦労が326円、ね、300円ってひどくない？もっと食材のお金でかかってるから。7万、お、7万ついてます。10万か、今マックス10万がマックスですね。10万が今のマックス。え、100K って何？ 100K って。100均？ 100K って何？ 10 万円より多い方、今10万がマックスです。10万と550。刻んでくるな。10万。
ね、90円とかやめなさい。10万550円。1K で、1、10、100、1000、1000だから？10万円？ 100K って10万？そうだよね。はい、今、10万550円マックス。今、仮のオークションやってます。私の世界に一つだけのつぶつぶモザイクアートをいくらで買ってくださいますかというオークション。まだね、見せれないから何とも言えないんですけど、めっちゃ頑張った。なんかもう、普通に毛とか混じってるかもしんない。申し訳ないけど、それは。お。10万550。現物見ないとなーなんて言われちゃってるから。いや、まだ見せれないよ。それは放送楽しみにしててください。うわー、レベルはバンクシー超え。そうね。先ほど社長今つぶやいてくださってますけど、社長も見に来て実物見たんですけど。どんなものか見せずにお金だけ取るの？いや、仮ですよ、仮。でも、いい感じにめっちゃできた気がする。てか、この努力を買ってほしい、私は。毛入りでも、毛が入ってても10万はなーってきちゃった。でも今10万。1、10、100、1000万、10万。出品するの？って。もし仮に出品したとして、皆さんが買ってくれる最高の値段を、知りたいだけです、今。おっきいのって、何用ですかね？ A4 ですか？ A4 です。はい。30万入ったよ。誰誰？ 30 万言ったの誰ですか？令和の山下清、やめなさい。10万って給付金なくなっちゃう。そうだね。私も振り込まれました、10万円。ありがとうございます、国の方。30万がマックスですか？今、社長がね、ちゃんとコメント見てるから。バイク買えるやん。間違いない。前澤さん来ないかなって。 そうですね。前澤さん来ないかな。 きょんきょんさん、吉川、空を見なよ。金が全てかって来ちゃった。マーキーさんかな？ 30 万。あ、マーキーさんが30万って言いました？もしかして。嘘。お、すごい。ね、早く応援行きたい欲しいですね。すごいですよ。これマックス、今10万か30万かですね。おお、もし仮に、この一点物のつぶつぶモザイクアートを出すとしたら、いくらで買ってくださいますかっていう、今アンケートを。110万ウォンってきた。本当か？ 30 万。吉価に30万まるっといくなら激しく前向きに考える。いやいやいや、みんなで分け合いましょう、お金は。これは個展開くなって言われちゃった。A4 なら逆に15万出そうって来てる。何？今いくつがマックスなんですか？110万ウォンは11万円なんだ。詳しい。お、でも今、10万か30万どっちかですね。どんな感じかな？ 30 万、30万、30万がマックスかな？今。吉 価に全部行くなら買うって。ペペ使えますかね？ペペ。ペペ使えるかな？どうだろう。いやー、結構ありますね。あー、どうだろうな。30万が今マックスかな。もうほんと30万だったらめちゃくちゃすごいですよ。どのくらいの期間飾っておけますか？生の食べ物は使ってないんで、
粒は。だからもう、永久保存です。うん。4人家族なので、40万給付金されますが、4万までならだって。ポイント 10% 還元とかないかなって来てる。でも芽が出るんでしょって。あ、でも、水垂らしとけば、逆にまたアートになるかも、発芽して。いいですね。もし本当に売るなら発芽させたもの売ろうかな。仮想オークション今やっております。そう、確かに油断すると芽出るかもしれない。あ、出るかもしれない。本当に出るかもしれない。さあ、しっかりと額縁に入ってますか？まだ今できたばっかりなんで、あれなんですけど、今仮想オークション中です。発芽アートでも面白いですね。勝手に発芽しちゃうかもしんないな。うん。令和の単体アイドル、吉川さん、こんばんは、こんばんは。ねえ、それ、30万かな、今、マックス、これ。どうなんだろう。30万なんて、普通に免許の更新行けますよ。てか、免許取りに行けるよ。10万出す人5人ぐらいいるから、カード作ろうって。いや。さすがに、あのアートを何個もはさすがに疲れない。いやーねー、虫湧くのは嫌だな。あ、30万がマックスかな？おー、どうだろう。生々しい話になってきた。もし仮にですよ。そう、仮に。だったら、いくつで買いますかって30万、そうですね。値段が高い方が売れます。おぉ？いや、30万がマックスかな、今。それでは30万円で落札って社長めっちゃ仕切ってるんですけど、コメントね。30万、マックス、30万、落札、誰ですか？仮なのに落札。誰ですか、30万。誰ですか、マーキーさんですか？先ほど誰かの告知によると。ハンマープライス。マーキー、マーキー、マーキーさんですかな。ほい。じゃあ、マーキーさん30万でいいのかな。仮オークション。じゃあ、30万円。決まりー。まだ見せれないけど。いや、30万だったら相当やばいですよね。いやというわけで、仮オークション終了いたしました。30万円で、吉川優のつぶつぶモザイクアートが落札されました。ということで、よろしいでしょうか？どんな絵かは、ぜひ、6月13日の有吉反省会、出させていただきますので、見ていただけたらなと思います。よろしくお願いします。リアルな金額。見ないと分かんないよね、本当にね。でも、めっちゃ私すごいと思って頑張ったもん、これ。普通に頑張った。いや、死ぬかと思った。6月13日に、あれ、放送、みそぎも6月13日放送ですよね。はい、6月13日に放送されますというわけで。はい、というわけで、ぜひ皆さん、あ、今ね、見せれないんですよ。まだ見せれない作品なんです。一応。でも先ほどまでずっとやってました。
いや、今回のみそぎ多分、有吉反省会史上、わかんないですけど、結構難易度高いですよね。結構、難易度高いというか、ハードなみそぎだったんじゃないかなって思ってます。はい。というわけで、先ほど、みそぎが終わりました。いやー、大変だった。はい、皆さん、すでにみそぎが言っちゃいましたけども、あんまりツイッターとかでは言わないでください。放送するのを楽しみにしててください。ここだけの話ですよ、今の話は。よろしくお願いします。あ、いっぱいね、来てます。スペシャルギフトありがとうございます。コッシーさん、ターボーさん。あ、ターボーさんからミラーボール来てる。ありがとうございます。そして、タルトさん、コッシーさん、ミンキーさん、田中さん、ニルジーさん、ガシノッポシさん、ハッシャンさん、元気さん、サバトラさん、カッチャンさん、マチヨンさん、サーフさん、ナベさん、ハッピニーさん、アンさん、イーラリンさん、マークンマンさん、アカシノッポチさん、クマさんも、スズシロさんから、ありがとうございます。皆さん、スペシャルギフト、ありがとうございます。いやー、大変だったな、普通に。ここだけの話って絶対誰か言うでだって。確かに 絶対誰か言いますよね。まあ。言うた後、何日後が。みんな内緒だよ。内緒だよっていうか。内緒にしてくださいよ。私今日も絶対爆睡するんだ、たくさん。もう寝るから。なんか久々に達成感味わいました。なんかデモフィラビンじゃなくて、何でしたっけ？興奮した時に出るやつ。あ、アドレナリンか。アドレナリンがすごすぎて寝れないかも、逆に。はい、というわけで、皆さん、ぜひ、よろしくお願いします。6月13日の放送です。また地域によって放送日違いますが、ぜひ見ていただけたらなと思います。はい。よろしくお願いします。というわけで、そんな感じで、今日はもう、いつも毎週、たこ焼きキット作る配信だったんですけども、今日は、急遽、粒が全く終わらずにですね、この自宅から、制作部屋からの配信になってしまいました。だから何も持ってきてません。はい。今日は、お便り読んだりとか、あとコメント読んだりとかで、過ごしたいなと思ってます。本当に、有吉反省会おめでとう。ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひ見てください。さあ、それではお便り、まだまだありますので読まさせてください。まだまだもないですけども。あたふたさんから、きっかさん、暑い日が多くなりました。このくらいの気温になるとアイスを食べたくなります。今日も強い日差しの中で冷たいアイスを食べようと、髪を剥がしたら、髪と一緒にクリームが地面に落ちて、コーンだけが手に残ってしまいました。冷たくないコーンだけではとても悲しくなります。アイスって落としたりすることよくありませんか？あります。全然普通にある。でも、アイスクリームのコーンだから、クリームが乗ってるやつが上に。そういうのあんま好きじゃないんですよね。あれが好き。ピノ。ピノも袋分かれてるやつが好きです。あれ、一日で普通に開けたらすぐ食べちゃう。だから、冷蔵庫から何個かつかみ取りで取ったら、一日一回でそれで終わりにしてます。たまーにお風呂場で、ジャンボモナカだっけ？あれ食べてると、落ちますよね、中身。ポロって。でも、お湯の中で溶かしちゃってます。それはもう、しょうがない。あ、メタルさん、ガリガリ君のチョコミント美味しいよ、だって。あれ、美味しいんですか？うちにもありますよ。買いました、気になって。どんな感じなんだろう。シャキシャキしてるんでしょ、ガリガリ君だから。ねえ、ちょっと食べてみよう、今日の夜。お風呂場では食べません。食べるよ、お風呂場でアイス食べるのが一番美味しいじゃないですか。モナカ風呂。モナカ風呂、はい。お風呂場でいつもアイス食べてるかもしれない。
ガリガリ君な、ちょっと今日食べてみます。前好きだったのある、私。どこだっけな、どこで言ってたか忘れたけど、杏仁豆腐のアイス。あれは結構すごい好きで食べてました。あとパルルみたいな。パルルはあれか。アイドルか。アイスの。あ、パルム。あ、パルムはすごい好きで一時期よく食べてましたね、パルム。パルム人気高いで、やっぱり。みんなパルム言ってる。ねえ、そう、パルム。チョコレートがいいね。そうね。白くまくんあんま食べたことないな。なんか、宇治抹茶とか、なんかそういう系あんまり食べないかもしれない。うん。さあ、そんな感じですね。これから暑い時期が続きますので、まあ、梅雨が来るのか、これからは。皆さん、日焼け対策しっかりしておいた方がいいですよ。私なんてもう、普通に焼けちゃったから。ほら、見えるかな？めっちゃ焼けた。普通に焼けた。もう夏来る前に焼けちゃいました。今週から関東は梅雨らしいです。冬服と靴がないよ。しょうがない。皆さんね、風邪ひかないようにしてください。さあ、続きまして、中野4475さんから、キカさんお久しぶりです。突然ですが、映画、天気の子見られましたか？見てなかったらぜひ、面白かったです。以上っていうお便り来てます。天気の子ね、見てないんですよ。君の名はと同じ監督が作ったんですよね。天気の子。見てない。見てなかったらぜひ、何で見れるかな？天気の子。今 DVD とかかな？配信系でないかな？ネットフリックスかアマゾンしか入ってないですけど。映像綺麗だったな、だって。そうなんだ。全然見てないです。全然見てない。ついていけてない。映画全然見てなさすぎて。心が洗われたぜ、だって。ちょっと見てみたいですね。近所の映画館で再上映してるだって、アリソノさん。ちょっと気になりますね。まあ、いつか落ちてくるでしょう。テレビにも。わかんないけど。さあ、続きまして、ピロニーさんからいただきました。キッカちゃん、こんばんは。最近は携帯を使用する機会が増えて、アプリや配信、動画などを見たりするのによく使っています。今まではそんなに使ったこともなかったので気づかなかったのか。最近長時間使用していると、携帯がすっごく熱を持ってて、すごく熱くなっているんです。持つのも大変なほど。こんなの大丈夫なんでしょうかね。壊れたりするのかな。あんまり経験がないので、ちょっと心配になりました。携帯、自分で熱くなった時に、僕は熱いよみたいな表示出ますよね。あの時本当に熱いよね。たまになんか、熱いところにポンと放置してた時とか、バーベキューの時とかなるイメージがあります。何してたの？だってピロリンさん。そんな動画など見てただけなのに、携帯が熱くなっちゃったんだ。もう、壊れてんじゃないですか、携帯。やけどしそうになりますもんね。スマホ燃えるようだって。へえ、怖。今少し暑いだって。なんでな。だって、アプリ見てるだけでしょ、これ。容量がいっぱいとか、携帯のパンクしそうで破裂しそうだからじゃないのかな。ショールーム熱くなるだって。パンクしそうなんだよ。なんかウイルスが入ってたりして、いや、怖いですね。皆さんはどうなんでしょうかって来ててます。僕のも、俺のも、僕って言った。俺のも熱くなるだって。携帯熱くなる人多いな。買い替えた方がいいですよ、じゃあ。あ、充電しながらやったら熱くなる。あ、それわかります。普通に私、海外で、充電のコードをなくしちゃったかなんかで、タブ？なんていうの？
ここだけ買ったんですよ。ここだけ。そしたら、普通に、充電入れてたら、焦げ臭い匂いがして、めちゃくちゃ暑かった。でもショートしてたの、中で。怖っ。ねえ、怖いですよ。ね、プラグがね、怖いですよね。火花は出てないです。そう、だから皆さん気をつけてください。うん。充電器怖いですね。そう。やっぱ最近思うのは、いいものってやっぱりいい性能があるなと思う。よく私、充電器とかなくすから、めちゃくちゃネットで安いの買うんですよ。そしたら、全然、充電たまらないですよね。もう6000円ぐらいのプラグと、線みたいなの買うって、充電するとすぐ溜まるじゃないですか。やっぱいいものって違いますね。って思いました。ちゃんとしたの買おうと思いました。うん。いいものは高い。そうね。そう。高いものは美味しい。って改めて今回のみそぎ中でも思いました。誰に話しかけてんだよ。あ、スタッフさんです。有吉反省会のスタッフさんが今お片付け中なんで。今、ずっと話しかけてます。うん。ねえ。いいもの買って長く使う。あ、そういうタイプの人間ですね。いいもの買って長く使うタイプか。私でも、なんだっけ、チリツモ系のその言葉。なんだっけな、わかります？ゼニババ集めの物扱いみたいなやつ。安物買いのなんとか買いみたいな、ありますよね、ことわざ。なんだっけな。あ、安物買いの銭失いだ。あ、それそれ。私そっち派です。そう。安物買いの銭失い。系でしたね。昔からそうかもしれない。なんか、うん。ねえ、ジェニババって言ってたよ。口悪いね、今日。疲れちゃったから、しょうがない。いや、そんな感じでございます。というわけで。うん。知らんかった、その言葉って。もう、今後は、あんまりもう、ひたすら粒数えまくった日々だったから、おやすみしようって言いながら、今から食べるものは、つぶつぶチョコ。つぶチョコいただいてます。お腹すいたから。30万の作品は安いのかなって。見てないで、その値段払うってすごいなって思った。もし仮オークションやった時にね。これ数えないですよ。さすがに数えません。もう疲れたんで。ちょっと食べさせてくださいよ。食べる前に数えないとってみんな言わないでください。もう私は数えないって決めたんで。うん。糖分がないと。パンクした。麦チョコうまいよなってきて。うまい。昨日からずっと食べてる、これ。お疲れ様って言ってる。ありがとう。お便り終わり。あ、お便り。え、誰かもっと送ってくれてた、もしかして。お便り。お便りね。ちょっと待ってください。ロン、みんなシャーくん。そして、で、ロンゲさん、アタフタさん、中野さん、お便り、終わりかな？今、私の中に入ってるのは、終わりです。うん。吹き出物出るよって。
いいじゃん。今日ぐらいいいよ、もう。もういい。今日は。今日も8時前に送った。あ、結構あれ、時間があれだったのかも、今日。カメモモさん、ごめんなさい。時間が、結構いつもね、早く作っちゃったりとかしてるから。すいません。もっと早めに出していただけると嬉しいです。すいません。ちなみに、カメモモさん、どんな質問だったんだろう。ちょっとコメントで教えてください。あ、了解ですって来ちゃった。次の質問。ね、今日はお便り読むぐらいのことしか。あ、ショールームのスタッフさんから、番組のお便りは、正午ぐらいには締め切ると思った方がいいですね、だって。正午だって、正午。正午。ん？中、ん？正午？らしいです。時間締め切りあったみたいです、一応。またじゃあ、ちょっと懲りずに送ってください、皆さん。浜田省吾じゃなくて、省吾。みんな年代バレますよ。私たまに、白い半袖にジーパンで行くと、浜省って言われます。ん、また来週送り直します。すいません、ありがとうございます。ネタないったね。ないったいね。です。話して。好きにって。最近もう、このみそぎ中の3日間、てか最近ここ1年ぐらいも、もうだるぎみたいなのでずっと過ごしてる。自粛期間入ったから余計。こんな、ジーパンとか。ジーパンとかでいつも過ごしてるかもしれない。に T シャツとか。もう服着たくなくて。こんな感じで。マークーマンさん、朝6時に送ったのにって来てる。すいません。お便りも一応選抜してるのかな？わからないです。そこら辺は、あれなんですけども。すいません、マークーマンさんも。はい。こんな感じで。今日は、ちょっとまったり配信なんですけど、言うて、もうそろそろお別れの時間なんで、お別れ。もうそろそろでお別れです。いやー、明日からどう過ごそうかな。ちょっと配信とかもしていきたいですね。今後。みんながでも今仕事が始まってるから。まあ、夜ってより朝か。朝だったら5時とか？それはちょっと辛いな。夜か。夜の配信とかもたまにはやってみようかなって思ってます。はい。頑張ります。あ、5時は早いんだ。6時とか？あ、出勤中に見れるようにすると、7時とか？朝6時台。早朝配信すぎますね。朝5時がちょうどいいって方もいらっしゃる。ね、いいかも。早朝ショールーム。絶対やらないでしょってやらないよね。やるときは多分事前に言うと思う。急にはやんない。みんな通知行くようになってるのよね。人によっては。真夜中でもいいです。3時。全然。でも最近足が熱くて寝れない病気がまた発動して、寝るのめちゃくちゃ遅い。2時、3時とか。
寝させてくれって言うから。深夜配信はやめたいと思います。うん。わかりました。さあ、今日は意外ともう私疲れたんで切ります。もう私は、マタンキューなので皆さん、そろそろ寝させてください。ね。ありがとうございます。じゃあ今日、さっき撮ったつぶつぶモザイクアートの仮オークションをしたら、30万落札ということで、仮落札していただきましたということで、よろしいでしょうか？よかった。ありがとうございます。さあ、6月13日、有吉反省会。ぜひ皆さん、楽しみにしていてください。また地域によって放送日違うと思いますが、楽しみにしていただけたらなと思います。ごめんなさい。最後、いつもやってるチャーミングキャラリクエストなんですけど、今日バタバタ最後までしてたので、できず、申し訳ないです。すいません。今日いただいてたのはですね、チャーミングキャラリクエスト、いただいてました。ありがとうございます。チャーミングキャラリクエストは、アキラックスさん、そしてドラアとヘビドシさんからいただきました。すいません。書けなくて申し訳ないです。はい。また懲りずに送ってください。今日はごめんなさい。来週2人分書いて。覚えてたら、ショールームのトークルームみたいなのあるんですよ。そこに頑張りたいと思います。書いたら。今日は書かない。もう疲れたが。そんな感じです。そうなんです。さあ、そうです。スペシャルギフト追加で、ターボーさん、そしてクマさんをミューピーさんからして、イーラレンさん、コッシーさん、タルトさんから、追加でいただいてます。またありがとうございます。そう、ファンルームってあるんです。あ、初めて知る方もいます？これ、私、どうやって見ればいいかわかんないけど、私はその、なんか、ルームみたいなのと、配信となんちゃらみたいな画面があって、なんかトークルームみたいなとこポンって押して、 LINE みたいな感じですね。なんか、普通に私が、おはようって言ったら、みんなから、おはよう、おはよう、おはようみたいな、LINE みたいな感じでポン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 って来るやつがあるんです。チャットか。そう。チャットみたいなのがあるんですよ。配信するボタンの下かな？だって。配信するボタンの下に。そうなんです。そういうところでたまに、不意打ちにおはようなんてつぶやいてたりしますので、ぜひ皆さんチェックしていただけたらなと思います。あ、ファンルームも通知があるんですね。らしいです。ぜひよろしくお願いします。さあ、というわけでそろそろお別れのお時間です。皆さん今日見ていただいてありがとうございました。また多分来週からは、スタジオの方に戻れるんじゃないかななんて思ってます。まあ、どうなのかまだ分かりませんが、また来週よろしくお願いします。あ、携帯熱くなってきた。だって、そろそろ切ります。はい、早く寝ます。ありがとうございました。皆さん、おやすみなさい。ありがとうございました。また来週、おやすみなさい。再来週からですって。再来週からスタジオかな。じゃあ来週はまだ、キット作る放送します。ありがとうございました。おやすみなさい。